こんにちは、久保です。最近ね、暗号通貨の情報ないんですかということで、連絡いただきました。久しぶりにですね、暗号通貨のニュースをお届けしようかと思います。まあ、はっきり言ってね、暗号通貨の世界もうこれからね、どんどん終わっていくんですよ。私がお話したように、ほとんどの暗号通貨はペンペン草も生えずに忘れ去られていくんですよね。例えば有名なファクトムっていうコインチェックにも上場してある暗号通貨があるんですけども、こちらの方がですね、倒産してるんですよね。まあ、一時期ね、7、8千円ぐらいの価格をつけたものが今105、60円で推移してるんですけども、ファクトムプロジェクトっていうのは倒産して、ファクトムという通貨はね、ドキュメントを保管する通貨っていうのは、存在してるんで取引ができるんですよ。でもそれに責任を持った人っていうのが、持った組織っていうのが今なくなったってことですよね。まあ、どっかね、他の会社とかが引き継いでは形になってるのか、ちょっと今はっきりしないんですけども、ファクトム自体は取引されてますし、完全に消滅したわけではないってことだけは分かってます。はい、次なんですけども、フィリピンの大手銀行はですね、現在シンコロって言いますけども、シンコロの影響で、デジタル通貨にシフトするというふうに考えているということですね。まだ考えているっていう段階なんでね、暗号通貨の需要が高まるんではないかなと考える人がいるっていうことでございます。確定ではないです。はい、それからね、仮想通貨の取引所のフォービーっていうのがあるんですけども、これもシンコロと戦う病院、医療従事者の支援をインドネシアで開始したってことでございます。これもちょっと興味深いニュースなんですけども、インドネシアもね、ジョコ大統領がいろいろとね、今回のことで失敗してですね、人気を弱めているところがありますけども、そこにやっぱ再起を図るべく、この新型コロナと戦う病院の支援をフォービという、ね、仮想通貨取引所が行っているということでございます。具体的にどんなことをやっているのかということはこれから分かっていくと思います。それからですね、オンライン銀行のレボルドっていうのがあるんですよ。聞いたことないですよね。で、こちらの方なんですけども、全顧客に仮想通貨取引サービスを提供するというふうに発表しました。このレボルドっていうのはね、ちょっと聞き慣れない会社なんですけども、あるんですよ、どっかにどっかにね。私もあまりリサーチが進んでないんで何とも言えないですけども。それから上海ガスっていうのが有名なところがあります。上海ガスがブロックチェーン基盤の液化天然ガスサプライチェーンで、実験成功ということでございます。ウィチェーン財団との提携も確認されていますので、これからですね、ここがどういうふうに伸びていくのか、上海ガスとブロックチェーン、ですか、こちらの関係はですね、もうちょっと深掘りしてお届けしていきたいと思います。で、皆さんご存知のね、ビットコインなんですけども、ビットコインは7000ドルの高い壁があったんですけども、ここを突破するなら急上昇するんではないかなっていうふうに私も考えてますし、多くの投資家さんは考えてます。ビットコインはね、一時期120万ぐらいで、ずっとね、堅調に推移してたんですけども、これがガーンと落ちてですね、50万60万ぐらいのラインまで落ちちゃったんですよね。かなりの下げ幅でしたね。で、ここから7000ドルの一つの壁があるわけなんですよ。7000ドルを超えるようならビットコインというのは値を戻していくんではないかなというふうに考えられています。まあ、これはテクニカルですね。で、アメリカの自動車会社の大手でゼネラルモーターっていうのがあるんですけども、ここがブロックチェーンを使って自動車用地図を生成するということで特許を申請しています。まあ、要するにブロックチェーンの地図を車のね、カーナビとかに搭載することによって、それを使っていこうねってことなんですよ。例えばそうですね、こういうのがあります。ブロックチェーンの技術を応用して、カーナビとかに入れると、多分ね、30年前の地図はどうだったのかなとかね、それから120年前の地図はどうだったのかなとかね、1万年前の地図はどうだったのかなってことを呼び出したりとか、そういった過去データをしっかりと埋め込んだことによってブロックチェーンでね、で、50年後の地図はどうなってるかな、道路はどうなってるのかなってことを予測をしたりとかね、することもできると思いますし、まあ、一番肝心なのがドライバーさんのドライバー履歴をずっと記憶していくってことですかね。それによって自動運転技術にもつながりやすいんではないかなというふうに思うわけなんですけども、どうですかね。はい、で、シンコロウイルスによる都市のロックダウンに関してなんですけども、仮想通貨の代っていうところがあるんですけども、これが500ドルの賞金をジョン・マコフィン氏に出しているということでございます。これはね、ちょっとよくわかんないですけど、何なんですかね、ロックダウンの写真にね。これはあまりいいニュースではないかなと思うんですね。無視していきましょう。で、匿名通貨の上場廃止の流れが変わっていくんじゃないかなっていうふうに考えているのが今日のね、暗号通貨ニュースのうちなんですけども、ICO っていうのがやっぱりありましたけども、あれほとんどがね、言ってみれば空虚のものだったんですよ。詐欺とまで言いませんけども、ICO バブルに乗った方の大半がお金を失っています。まあ、バブルっていうのはね、お金を失う時期のことなんで、それは何回も警告した通りなんですけども、有名人がね、
出しているやつもあったんですけども、それはね、明らかにお金を集めるためだけであって、ファンの方をね、騙すために作ったものだと私は思います。皆さんどう思っているのか、また意見が分かれるところだと思いますけども、ああいうね、最悪なことをね、あの瞬間やって、売り逃げて、もう本当にね、もうどうしようもないなと思いますよね、ああいうことを。だから私は思うんですよ。信頼の向こうに詐欺があるというふうにね。だから信頼っていうのはとっても危険な、エモーショナルのね、感情の動きですからね、皆さんご気をつけくださいということでございます。それから ADA と XRP の話をして今日終わりましょうか。 XRP につきましては、2023年の12月31日に私は大量決済をします。ですから私のこの大量決済、私の影響力が強まれば、私が大量決済する前に決済する人が現れるってことなんですよ。まあ、ですので、値崩れは順調に値上がりしたとしても値崩れするかなと思いますよね。それはでも繰り返しますけど、私が有名人、影響力の今のね、10倍とか100倍ぐらいになった時の話でございます。そうでない限りは、まあ、特に市場に価格に、変動を及ぼすようなね、存在では私はありませんので、そのまま値上がりしたものを売り抜けるという計画でございます。私39円平均で買ってますんで、これがですね、やっぱ少なくとも倍の78円になってくれないかなっていうところなんですけども、まあ理想はですね、160円とかね、200円とか、あの辺ですよね。あそこで決済できるんではないかなっていうポイントを描いております。これは保証はありません。なぜなら未来は分からないからなんですよ。すべては分かりません。XRP は0円になる可能性もあります。次は ADA です。ADA は、なんでね、すごく人気なのかというと、活動が、いつもね、動いてるからなんですよ。チャールズ・ホスキンソンさんとか、ほとんど毎日のように、この ADA のことについて発言したり活動してますよね。できちんとね、組織も動いてますし、 ADA に関してはビットコインを凌駕するようなものになるんではないかなと思います。ビットコインの弱点を補って、それからリップルのね、リップルじゃないよ、何でしたっけね、忘れた何でしたっけ、もうしばらくね、暗号通貨ニュースでやってないと忘れましたけども、チャールズ・ホスキンソンさんが制作に関わったというね、まあ暗号通貨、第二の暗号通貨ですけども、だからね、暗号通貨 3.0 の時代が来るんですよ。なんか概念が具現化して、それを改良したものがあって、改良したものをさらにね、マッシュアップしたものが ADA になるのかなと思います。その ADA の決済がね、そろそろ迫ってるんですよ。今年の年末です、私の場合は。ここでキャッシュにして新しい勝負に出ようかなというところなんですよ。で、なんで、ADA がそれほどまで信頼を得てるかっていうと、まあ、一つは上場後にきちんと値段が上がったってことと、暗号通貨のね、何ですかね、特性をよく捉えて練り込まれたプロジェクトであるってことですよね。まあ、それと具体的なことがね、なかなか言えなくて申し訳ないんですけども、ADA はね、具体的なことを言ったらキリがないんですよ。だって毎日発信されてますから。まあ、ですんで、そのためには、例えばね、渡辺瑞賀さんの翻訳 YouTuber さんのね、動画を見ていくとか、あとバクちゃんさんのね、ADA 10万円勝負を見ていくとか、あれで十分でございます。私が言うことはもうないです。あの2つの動画があれば ADA はもうマスターできます。本当にいい動画をね、量産してくださってありがとうございます。私も ADA のニュース言わなくても済むようになりましたということなんで、私はね、 ADA についてはもう仕込みが終わったんで、あとは雑誌で店名を待つということでございますね。あと9ヶ月余り、私の決済の日が近づいております。一時期はね、ADA 1単位あたり5000万円ぐらいの利益が出ていたんですけども、今はそんなにないですね。今はそんなにないんですけども、ないならないで、決済して、もうね、ADA からは あとは応援するだけという形にしようかと思います。今年の年末に私は全決済して ADA の保有者ではなくなり、そして ADA の応援者になるということになります。それでは本日は以上です。